可愛いね、ふうとちゃんとかわいい、ありがとう。こんばんは。サザエさん部屋かと思った。パパも言ってた。選んだ理由は、誰、いろん、ヘアメイクの順番が結構遅かったので、誰とも被らない髪型で、暑いことが予想されてたので、髪の毛を一本も下ろしたくなくて、全上げで。鹿尾の衣装初めてです。見つけやすかった、ありがとう、よかった。これにして、ありがとうございます。あの KFB 祭りさんもなんですけど、ちょっとね、昨日イベントが終了して、初の配信ですので、5日間本当にありがとうございました。壇上じゃない、貢献ランキング上位100位を読みたいと思います。ちょっとサゼさん、もうさ、そう見えんのかな、パパが言ってたけど、ちょっと待って、うわー、もう行きのさ車両でさ、足つって大変だったんだから、一人でもう、なんか皆さん寝てらっしゃり、らっしゃったりとか、一人で過ごされてたので、あって一人でね、やってた。そう、なんかね、あの足元に荷物を置いてて、足を伸ばせなくて、自然に治るのを待つしかなくて。影響なかったよ。すぐ治ったけど。でね、息のね、あの低速なのよ私。携帯のデータが低速だったので、あの お家でドラマをダウンロードして、ライブ終わって屋台で何か食べたよ、食べました、りんご飴、りんご飴、焼き芋クレームブリュレ、ホルモン焼き、餃子、タピオカ、レモンスカッシュ、
シャインマスカット飴って感じかな。こんばんは。会場来ました、ありがとうございます。めっちゃ食う、めっちゃ食うた。ビールたくさんって、飲んでない飲んでない、私ビールってかお酒飲まない。でもみゆみゆさんがね、ちょっと飲むって言ってくださって大丈夫です、ありがとうございます。ホルモン美味しかったよね。わらび餅、わらび餅はね、買わなかった。終わってからだよ。ホルモン、そう、ユウもホルモン絶対食べようと思ってた。あ、では始めたいと思います。お誕生日おめでとう、おめでとう、おめおめ、出てきて出てきて、何歳？何歳になったの？何歳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 ？今日ここに団子があるからさ、乗っかってみたい。何歳なのよ、言ってくれるかな。永遠の17ちゃい、ねえ嘘時に二十歳なの。鼻になんか。若いじゃないんだよ。違いますからね。違いますよ。違います、違います、もう失礼だって、喋ったことあるもん。こんばんは。5のくらい、じゃあ15歳か25歳か35歳か45歳か55歳か65歳か75歳か85歳か95歳か105歳か115歳ってこと？5が好きな人だ、おめでとう。じゃあリリカと同じなんだね。リリカもさ5じゃん。今日は5が好きな人が誕生日っていう感じなんだね。
プレゼント、まだね、花井優派リリカはまだ開けてない。他のみんなにはあげてるね。でも今日はリリカに焼き芋クレームブリュレとシャインマスカット飴をごちそうしました。リリカは何も持ってこなくていいよって言ってお財布出させない、イエーイ、お姉ちゃんしました。タンプレじゃないよ、それは関係ない。一緒にシャインマスカットで写真撮った。そうです、お姉ちゃんしました。そしたら、あ、いいよ大丈夫だよって言ったらリリカが、え、いいの、さすが成人メンバーって言ってそこにいるの全員成人メンバーなのに成人メンバーに囲まれてるから、さすが木本だね、さすが成人メンバーあと昨日私リリカに LINE をしたんですけど、たらなんだっけな、私がね、もう3期の妹だからたくさん甘えてきてねって送った。そしたらもういじってくるよ、私は思春期なので木本には甘えませんって言われて言われました。残念。そう、なんか公演の MC だけじゃないんだよ、ちゃんと裏でもやってくる。でも相談されたりとか、朝おめでとうって言ったらありがとうって言ってた。 ありがとう。で今日会った時になんかさ、靴下か靴が触れてたところがすごいなんかかぶれてる、プツ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 ってできてる。なんかね、なんだったっけな、
何の話してたっけ、リリカの。木本以外ポキちゃんとか、足のかぶるの話はちょっと。急に忘れました。足が痒すぎて。ポコちゃんはもうないね。でもなんかちゃっかり楽屋の椅子座るときにユーナの手を引っ張って隣に配置したりとか。可愛いとこあるのよあの子。ユーナの腕をこうやって組んで、よいしょよいしょって言って、かわいいよね。そうなんですよ、実はね、甘えてくるんです。嬉しいよ嬉しいよ、そりゃ。まあ何話そうとしたか忘れたんだけどね。リリカちゃんポキちゃんのこと好きなイメージある。嬉しい。あ、そうだ、言おうとしてたことを思い出した。あ、木本もうイベント終わったのって言われて、あ、そうそう、昨日で終わったよ、ありがとねって、リリカは頑張ってって言ってくれた子だからさ、ありがとねって言ったら、お疲れキモトって。そうなのよ、リリカはああいう感じで反抗期で思春期なんで、木本には甘えませんって言ってくるけど、ちゃんと甘えてくれますのでご心配なく。リリカさんもハルちゃんもポキに甘えて慕われてるんだな。ポキはそう、多分精神年齢が同じくらいなんじゃない。私絶対好きよ、ポキちゃんのこと。おお嬉しい。じゃあみんなさ、リカのとこにさ、ポキちゃんのこと好きなんですかって聞きに言ってくる。そしたらさ、普
通ですって言いそうじゃない好きですって言わなそう。さっきの写真めちゃくちゃいい。あ、ケーキ持ってるやつ嬉しい。可愛かった。劇場から配信、うん、昨日ね。前に5枚言ってよ。わざわざ枚数まで言ってくる。例えばステージ上で誕生日サプライズするかと思ってた。まあでもあれはね、福島の方に知ってもらうっていうことが目的、楽しんでもらうっていうのも目的だったから、あれが劇場公演とか特別公演とかだったらあったかもしれないけど、あの場でなかなか一人の福島の方にからしたらさ、そんなメンバーの名前なんてさ、まだわからない状態で NGT ですっていうこのグループのその全体のあれだけでさ、ステージ上でお祝いしても多分わからないんだと思うんだよね。サンキゆうなちゃん以外サンキ行ったことない。一途サイン入り写真いつ頃届くのかな。で、私書き終わってもう提出してるからどうなんだろう。ポキちゃんのことなんて書いてた。もっともっと押します。ショールームでもとても元気なポキちゃんすごく見てくださってる愛のこもったメッセージが書いてあった。劇場夜一人だと怖くない？怖くない、全くもって怖くない。楽屋の張り紙嬉しかった。嬉しかった。ステージの前に立ってたから足が痛い。そうだよね。1ステージから2ステージまでもあったしね。セカオイショーめっちゃ嬉しかった。そしてこうその衣装の素晴らしさもそうなんですけど、私のあのゴツゴツなゴツい骨格があまり目立たないシルエットになっていて、あの色もこう私が好きなこうモノトーンな感じで、細部までこだわっていて感動しました。きつくなかった？きつくないわ。なんてこと聞いてんのよ。誰の衣装だったか分かる？分かるよ。見たよ。そう。ちょっと重かった。つぐみさんです。つぐみさん、こりゃ妹が大発狂だわ。つぐみさん、
でもね、コンサートの時の渡り鳥の時の衣装もつぐみさんだったし、最近そのなんかリバイバルの2部の黄色衣装のこうお直しをいつも私が着てるのが美晴さんの衣装なんですけど、お直しをしていただいていて、今手元にないので、それの代わりに着てるのはつぐみさんの衣装だし、美晴さん、そうだよ私リバイバル公演の黄色い衣装は美晴さんの衣装だよ言ってなかったっけ。めっちゃ嬉しいんだよね。美晴さんの衣装きつくないの？もうなんかさっきからめっちゃ失礼みんなそんな私の衣装問題が気になるかね、みんなして。まあいいけど、まあね、あのね、正直に言わせていただくと肋骨のところがきつい玲奈ぽんさんの衣装はあのコンサートの時のあの春香村さんの時のピンクの衣装は玲奈ぽんさんだった。でもリカさんの卒コンじゃない、卒業公演だったかサマーソングセットリストだったか時に来た春香村さんの時の衣装は奈々子さんのやつだった。つぐみさん一個上です、私同い年じゃないの。でも今追いついてる。肋骨ここがね、ここが人より広いの。みんなこれぐらいめっちゃ細いのに私だけこんなあるから上半身がきつい、いつもいつもきつい。すげえいじられてて笑う。優がね、前真面目にね、衣装の問題がすごく嫌なんだよね、骨格どうにかできないかねって相談してんのにね、このようなコメント欄になりますポキちゃん骨太、骨太だよ。もうあの別衣装、その例えばさフェスとかこの公演のこの曲で衣装がこれになりますって発表された時にあの別衣装って書かれると本当にホッとする。よかった反省相談の時のチャチェックのワン衣装は奈々子さん、
ななこさん、つぐみさん、ぬらぽんさんのものが多いね。なんかかわいそうだな。そうでしょ、みんながいじってくるからかわいそうになるんだよ、わかってる？そう、自分の衣装だから心配する必要がないね。ななこさんのイメージ、そう、時衣装ななこさん、パーティー衣装ななこさん、あのパーティーの第2部の制服衣装もななこさんのやつ、赤いやつもななこさん。でもこの間間違ってリカさんの卒業公演の時、スイスイが私の衣装を着てっちゃって、早着替えで、なんか自分の衣装のところ、ないんだけど、ないんだけど、スイスイ、あんな小柄なのにさ、ユーナのさ、やつを着てっちゃって、で、なんかいろいろトレードしてもらって、どなたのだったかな？めっちゃ、細い方の衣装だった。たんだけど、頑張って肺が締め付けられながらも来て来ました。身長ってまだ伸びてる？伸びてないと思う。止まってるよ多分。ちょっといじろうかと思ったけどやめました。偉い偉いよ。本日の宿到着、おかえり。三原さんの衣装を武器に着させるのがおかしい。でもあれはね大丈夫、そんなに、そんな大丈夫。冷蔵庫の衣装がねきついんだ、すごく。今までで一番きつい冷蔵庫。黄色のやつは他にも選択肢があったけど全然歌えるし大丈夫だから三原さんの衣装になってる。あの高級衣装赤と白、 NST 祭りさんで着させていただいてるやつは、あれはカトミナさんの衣装です。スレイツの話、リカさんの卒業公演、なんか3期のいろんその衣装部屋ってたくさんもう衣装が、あの今日着る分の衣装がを用意していただいて、その部分部分で50音順とかになってて、その時は北村木本スイーズだったから先生間違って私のところから着てっちゃったんだよね。先生なんて言ってた、ごめんねって言ってでさ、あの先生言わなかったよ、ユーナがこう先生のこと見て、いやムカムカじゃんって言って、着てる時に気づかなかったのって、ちょっといつもより緩いかなとは思ったけどって言って、ごめんねって言ってた。冷蔵庫は松井ジュリナさんの衣装だった。あ、ウェルカムコメント消さないとね、ごめん、ありがとう。どうしたらいいんだこれ。
みなさんの、うん、大丈夫、切れてるよね。ポキちゃん劇場で見たとき体大きいですね。ねえ、ひどい。ポキ推しならそんなこと言わないでよ。ポキは160あるよ。160ちょっとくらい。近くで見るとみじんさん、ありがとう、嬉しい。でもね、みんなが思ってると思うよ。ポキはなんかごつい。ポキはごついし、もうちょっと絞った方がいいってみんな思ってると思う。あ、KMT はあのね、ひいき目ひいき目だから、あのポキちゃんかわいい、ポキちゃんかわいいって言ってくれるけど、他のファンの人に聞いたらそうだと思う。え、これはでも本当に思う、自分でも思う、ゴツってゴツいんだよ、悔しい。KFB だと美人だった、ありがとう、嬉しいよ。今日の髪型可愛かったよ、ありがとうございます。今日みゆみゆさんにね、なんかその髪型ななみに似てるっておし、言ってくださってニコーってなった なんでみみさんの時ちょっとモノマネ入るのねえ、無意識、無意識だし、でもみゆみゆさんがおっしゃった言葉をこの声で言ったら全然みゆみゆさんじゃないじゃん。KFB 祭り見てフォローしました。ありがとうございます。イケメンボイス、イケメンボイスじゃないよ全然。おお、引く。おお、木本優奈です。低音の方が歌いやすい。
穴栗とか春床とか、あの身の森のカレンダーとか、木本優奈です。どっちもできるんだから最強だよね私。まあこうやって骨格の話をしたところで、それでは上位100名をお読みします。ちょっと苦しそうに歌ってるゲス、全然平気。この間カラオケで歌ったら平気だった。誰だこの可愛い子見たらポキちゃんだって、嬉しい、ありがとう。へこんでた私今。ゆなちゃんの歌声すっごく好き、ありがとう。いきます。あの昨日までのねシーンさんとのコラボの公式モデルオーディションのイベントの貢献ランキング上位100人をお読みしたいと思います。もちろんね上位100人の100位の方が1000ポイント超えている、超えてらっしゃるので、もっともっとあのご協力いただいた方はいらっしゃるかと思うんですが、残念ながら上位100人しか名前が載っていないというところなんですよね。はい、いきます。100位シューウィズさん、ありがとうございます。99位ハニオレさん、ありがとうございます。98位アキピさん、ありがとうございます。97位高根ひろさん、ありがとうございます。95位シワイさん、ありがとうございます。同じく95位イナポンさん、ありがとうございます。94位今日も太鼓でビンビンさん、ありがとうございます。93位ゆうやさん、ありがとうございます。92位ビル6番さん、ありがとうございます。91位ラリンさん、ありがとうございます。90位 TKG48 さん、ありがとうございます。89位和音さん、ありがとうございます。88位ドンさん、ありがとうございます。87位ガッティさん、ありがとうございます。86位、ねわかんない、ちょっと待って調べます。列かにしか読めない。劣化の量産、劣化の量産合ってる。86位レッカのりょうさん、ありがとうございます。85位やべっちさん、ありがとうございます。84位みずきさん、ありがとうございます。83位かんやとさん、ありがとうございます。82位トリトンさん、ありがとうございます。81位えほうさん、ありがとうございます。80位わたるさん、ありがとうございます。79位きっともえラインさん、さん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 、ありがとうございます。78位まみまみさん、ありがとうございます。77位りんくんさん、ありがとうございます。76位マングースさん、ありがとうございます。75位ととちゃんさん、ありがとうございます。74位佐藤羽生さん、ありがとうございます。73位教授さん、ありがとうございます。72位しずちゃん、しずちゃん、ありがとうございます。71位新潟かずさん、ありがとうございます。70位ハチさん、ありがとうございます。69位おみひろシャインマスカット味さん、ありがとうございます。68位太郎さん、ありがとうございます。67位リエちゃんずさん、ありがとうございます。66位 YK さん、ありがとうございます。65位カシンさん、ありがとうございます。64位水ゲイツさん、ありがとうございます。
63位、宮崎マンゴーさん、ありがとうございます。62位、浦部さん、ありがとうございます。61位、ひできゃんさん、ありがとうございます。60位、たくやさん、ありがとうございます。59位、にゃんたさん、ありがとうございます。58位、トライアンフさん、ありがとうございます。57位、マスボンさん、ありがとうございます。55位、つとむさん、ありがとうございます。同じく55位、はまっぴさん、ありがとうございます。54位、りゅうくんさん、ありがとうございます。53位、さとしさん、ありがとうございます。52位、かおるこさん、ありがとうございます。51位、ビッグさん、ありがとうございます。50位、いよっくんさん、ありがとうございます。50位までの方、本当にありがとうございました。さすがの KMT だよね。さすが KMT。 はい、それでは49位から上を読んでいきたいと思います。いきます。49位、メガ少佐さん、ありがとうございます。48位、音速の貴公子さん、ありがとうございます。47位、ビッグフレンドさん、ありがとうございます。46位、ナスレモンさん、ありがとうございます。45位、新潟フリーキックさん、ありがとうございます。44位、ブリハチさん、ありがとうございます。43位、アキタンさん、ありがとうございます。42位、翔太さん、ありがとうございます。41位、レオナさん、ありがとうございます。40位、だっちゃん、ありがとうございます。39位、亀山田さん、ありがとうございます。38位、マサ佐藤さん、ありがとうございます。37位、電吉さん、ありがとうございます。36位、トムさん、ありがとうございます。35位、ジンジンさん、じゃなかった、ジンジンだったジンジン、ありがとうございます。34位、ヨコリンさん、ありがとうございます。33位、ビールバラさん、ありがとうございます。32位、カズさん、ありがとうございます。31位、イロさん、ありがとうございます。30位、エムリーさん、ありがとうございます29位、パックさん、ありがとうございます。28位、ポンスさん、ありがとうございます。27位、サハラさん、ありがとうございます。26位、ボーちゃん、ありがとうございます。25位、なべとしさん、ありがとうございます。24位、ガーガーさん、ありがとうございます。23位、としさん、ありがとうございます。22位、ともじいシャリゾーチュン、ありがとうございます。21位、かずじさん、ありがとうございます。20位、懐中電灯マニアさん、ありがとうございます。19位、こうきさん、ありがとうございます。18位、しんちゃろすさん、ありがとうございます。17位、とまおさん、ありがとうございます。16位、突破Qさん、ありがとうございます。15位、くにさん、ありがとうございます。14位、とんかつさん、ありがとうございます。13位、かめさん、ありがとうございます。12位、さくさくさん、ありがとうございます。11位、たかたんさん、ありがとうございますではでは、上位10位、10位、ブッチャーさん、ありがとうございます。9位、高光さん、ありがとうございます。8位、埼玉のりゅうちゃん、ありがとうございます。7位、ひろいちさん、ありがとうございます。6位、みみれいパパさん、ありがとうございます。5位、タイミング悪い 70% のあべべさん、ありがとうございます。4位、片山さん、ありがとうございます。3位、りゅうさん、ありがとうございます。2位で、なんて読むのこれ、山財さん、山財さん、なんて読むの、山ありさん、書いてある昨日からなんて読むのって言ってるから書いてある、山ありさんになったの。山ありさん、ありがとうございます。1位、まこいもさん、ありがとうございます。今はあの上位100名をお読みしましたが、皆様本当に応援ありがとうございました。なんか名前のところにカニをつけてくれる人増えたし、よりより
3回目のイベントでまたまた KMT の団結力がすごく高まりましたし、うちらは仲良しになりましたし、本当に4位だし、KMT って最高。皆さんありがとうございました。うわあ、ごめん。今ね、イベントの、貢献ランキング読んでた。今来てくださったなー、ごめん。本当なんか、なんで皆さんが謝るの何もできなくて申し訳ないじゃないよ、やめてよ。全然貢献できなくてごめんねとかさ、やめてよ。本当皆さんたくさん見に来てくださって、たくさんギフトコメントをくださってありがとうございました。やっぱりさ、なかなかさ3時間となるとさ、話題もなくなってくるし、一人でなんか寂しい気持ちになるんだけど、やっぱさみんながいてくれるかはさ楽しいよね。本当に感謝しかないです。ありがとうございます。え、それでさ、ちなみにさ、みんな仲良しなの？お友達なの？ KMT って。ゆうは、KMT に、みんな友達になりなよとか言ってるし、仲良しが大好きだから、みんな、お友達になりな？ KMT たち。ユナとみんなも友達だけど、みんなもお友達でしょ、 KMT だから。なんか難しいなって思ったのは、お一人様、お一人様か、 It's a single life だね。KMT は優しいから全然なんか遠慮せず、まあ一人がいいって方もいるからさ、共有はしないですけど、難しいなって思ったのはさ、新しくポキのこと気になってくれた人が、ポキの由来とかカニの輪とか、その流行語がわからないっていうのはさ結構問題じゃない？わかんない話で盛り上がってたらやっぱり疎外感を感じてしまうのではないかなと思ってしまうから、どうしたらいいんだろうね。その仲良しなさ、友達の KMT たちとはさたくさん楽しく配信できるんだけど、新しく来てくれた人が会話に参加できないっていうのはちょっと問題だなと思うので、ちょっとねこれからね要相談だなと思います、 KMT と。
そうね、インスタのプロフィール欄ちょっと更新しよっか、うん、でも流行語がありすぎて、そうそうそう、全然コメントでそういうのを見つけたら、あ、気になってもらえてるんだなと思って全部丁寧に答えてるんですけど、なんでカニなんですか？カニが大好物だからもうカニになりたいと思っちゃって、カニのカチューシャを自分で購入したらみんながお揃いにしてくれました。わからないけどこのルーム楽しいよ、ありがとう。そうだから分かんないことがあったら聞きましょう、これは大事です、学生も。私も分からないことは質問しようっていうのが大事ですね。分からないことを分からないままにしておくとどんどん積み重なって何も分からなくなってしまうので、分からないことがあったら質問しよう。でポキの由来っていうのを私じゃあちょっとインスタのアーカイブにストーリーのアーカイブに載せようかな。そう、 KMT と仲良くなってもらうと KMT も教えてくれると思うし、そうだからみんなともお友達になったらいいんじゃないって私よく言ってんだけど、はい、そんな感じですね今回の配信は。ちょっと待って、急がねばならぬ、明日のお誕生日の方に送りたいので、さらばたらば、じゃあ壇上を読みたいと思います。感謝の気持ちを込めて壇上を読みたいと思います。13位、タイミング悪い 70% のアベベさん、ありがとうございます。12位カメさん、ありがとうございます。11位ヒロイチさん、ありがとうございます。10位キットモエライン33333333333、ありがとうございます。9位ビールバラさん、ありがとうございます。8位浦部さん、ありがとうございます。7位タカタンさん、ありがとうございます。6位マコイモさん、ありがとうございます。5位クニさん、ありがとうございます。4位小島さん、ありがとうございます。3位片山さん、ありがとうございます。2位トマオさん、ありがとうございます。1位山有さん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。イベント KFB 祭りありがとうございました。皆様これからも末永くよろしくお願いいたします。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。明日オンラインおしゃべり会来てくださる方よろしくね、楽しもうね。寝坊は禁止。バイバイ。おやすみ。ごきげんよう。